はい、それでは、本日リラジショートストーリー始めていきたいと思います。今日のゲストは、対話やジェンダーをキーワードに活動されている、比叡由紀さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではすごい興味深いキーワードですね。対話、ジェンダーをキーワードにということなんですけど、そんな、それでまず、比叡由紀さんなんで、私は比叡ちゃんと呼んでいるので、それで今日も行きたいと思います。ぜひ。はい。じゃあ、ひえちゃんの、今の現在のこう夢や目、あ、夢、ビジョンですね。うん、うん。はい。今持っている夢、ビジョンをまずお聞かせください。はい。私の夢というか、ビジョンを一言で表すと、みんながみんなに寛容な世界を作りたいっていうのをずっと掲げて生きています。で、なんか多分ちょっとこれ抽象すぎるので、なんか3つのキーワードでそのビジョンのなんか定義を自分の中でしているので、それもちょっと紹介できればなと思うんですけど、そのみんながみんなに寛容な世界を私なりに解釈した条件ってどんなことっていうと、1つ目が、まあ、誰も排他されない世界っていうのを置いていて、まあ、例えばこれって、まあ、環境、置かれた環境だったり、まあ、それこそ信仰宗教だったり、まあ、人種とか、まあ、あらゆるラベリングが人にはどうしてもされると思うんだけど、そういったフィルターでよって誰かを排他することがないような世界を作りたいっていうのが一つ目です。で、二つ目が、常にこの個人がなんか自分をアップデートできるような世界っていうのがいいなと思っていて、まあ、これはどういうことかというと、なんか人ってなんか一回つけられたこう経歴とか過ちとか、そういうのってなんかなかなか拭えなかったり、なんかそういうのってあるなと思っていて、でもそういうのじゃなくてアップデートできて何度でもやり直せる、どこかで別に失敗したり過ちを起こしたり誤認されたとしてもやり直せるみたいなところがいいなと思って、アップデートできるっていうのを2つ目に置いてます。で、3つ目が、こうしなければいけないっていう呪縛から自由になれる世界、ちょっと似てるんだけど前のやつとかと、なんかやっぱり世間の当たり前とかこうしないといけないっていう、こう枠がどうしてもある世界において、そういうところからやっぱり自由になれることが、結局この3つが揃えば全ての人がちゃんと生きやすく個人として尊厳を持って生きていける世界になるかなと思って、自分なりに今言語化してるのはこの3つです。おー、素晴らしい。かなり具体的で、なんか、そうですね。すごい共感しました。そうですよね。なんか、誰かがね、なんか人のこう価値観とかで相手によってこう、なんかダメっていうことではなくて、どんな人もなんかそのままでこう存在できるというか、で、それもこう、固定されるわけではなく、常にね、なんか、こう、アップデートし続けながら、変わるしね、受けられないようなイメージなのかなと思って。まさにやっておっしゃる通り。ありがとう。はい、じゃあ、そんな世界を作りたいという、まあ、ひえちゃんのこう世界観がある中で、そこに近づくために、なんかどんなこう目標とか計画を持って今やっているのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。はい、なんか目標、まあ、ざっくりこういう段階でいけたらいいなっていうのがあるので、それをちょっとお話しできればと思うんだけど、なんか私やっぱりこうみんながみんなに寛容な世界を作るってなった時に、すぐには絶対に無理、むしろ私が生きてる時にできるかどうかもわからないぐらい結構大きいことだなっていうのは結構自認していて、まあ、だからこそ、で、私の命にもやっぱり限りがあるからこそ、優先順位をつけようっていうふうに今は考えていて、で、その優先順位のつけ方が何かというと、自分のなんか興味があることとか得意なこととか、そういった分野に絞って優先的に解決していこうっていうふうに思っています。で、具体的には、まあ、優先度1としてはキーワードとして子どもとか、ジェンダーとか、それからさっき の冒頭にも紹介いただいた対話とか、そういうキーワードが多分私はやっぱり得意分野だし、自分もすごく今一番興味があるっていうふうに思っているからこそ、そういうキーワードがつくものをまず初めにやりたいっていうふうに思っている。うん、でも優先順位2としては、もうこれってやっぱりこう日本国内とか、まだ私の目の見える範囲みたいなイメージで、ステップにはもうちょっと環境、その個人が属する環境とか、まあ、宗教もそうだけど、なんかその個人が属するラベリングの世界にもう少し広げて、それを日本だけじゃない世界かもしれないんだけど、そういった課題にも自分
広げることで、あのハードルをなくして、そこにいる人たちのハードルをなくしていくみたいなのが第二ステップかなっていうふうに思っていて、まあ、人生においてどれがどこまでできるかみたいなところはわからないんだけど、なんかそういう感じの優先順位、目標の立て方で進んでいっています。うん、なるほど。あ、その2段階で今、うんうん、おお、え、その2番目の、その個人が属するそのラベリングをなくしていくことで、うんうん、ハードルが下がるっていうのが、ちょっともうちょっとイメージを聞いてみたいなと思うんですけど。ありがとう。なんか、その2つ目っていうのが、なんか具体的な、なんかなんだろうな、課題を置いてないなと自分の中では思っていて、1個目はその家族とか対話とか、まあ、タブーとか、なんかそういう、なんか具体的にこれを解決したいみたいな風にこうスコープしていくんだけど、2つ目は、なんだろうな、例えばその個人が属する環境には多分いろんな課題があったりとか、その人にしか見えないなんかわだかまりなのか何かがあると思っていて、なんかそれを複合的に見てなんか解決することがきっとその次に必要なんだろうなって今はちょっと思うから、なんかごめん、だから具体的にこれっていうのは出てこないんやけど、その人が属する環境すべてにおいて何かこう私がアクションできるポイントを探せるで探してちゃんとアクションできるっていうのをしたいなって思っているって感じ。ああ、なるほど。よりなんかこう視野を広げてっていうか、そうね、うん、多分活動の幅というか、あの距離とかも広がると思うし、うん、抱える問題のなんか大きさも変わると思っている、うん、あー、なるほど。でも確かにそのさ、ね、最初に言った夢に近づくためにはやっぱりこう一個の問題を解決してもやっぱこっちの問題があると、うんうん、それ解決できなかったりするから、うん、なんかその段階もすごい必要なんだろうなと思って、うん、なるほどです。はい、ありがとうございます。うん、じゃあ次行きますね。はい。はい。まあそんな計画を持って、今活動してると思うんですけど、まあその中で日々大事にしてることだったり、心がけてることだったりとか、うん、そうですね。まあ日々のやっていること、うんうんうん、としてはなんかどんなものがありますか？日々のやってることっていう、なんか事実ベースなんかにするっていうことでまずいくと、うん、なんかさっき掲げたその優先順位1をまずはこう達成するために、うん、なんかやっぱり一つのことだけやってるとどうしてもなかなかこう世界って変わらないなみたいな感じになっちゃうので、私は基本4つのことを具体的な活動としてはやってます。で、うん、1つ目がまあ普通に本業、お金をしっかりもらって正社員として働くみたいな意味で、広告会社の営業をしてるんだけれども、それっていうのがなんか新卒の、新卒の求人に関する広告の営業なので、割とその子のなんだろうな、先社軸、どの会社にするかの軸になったりだとか、うん、なんかその子の未来を一番最初にやっぱ新卒である程度決めてしまうから、そういうのにやっぱり広告という媒体を通してこう関わっているなと思っていて、なんかそこが結局なんかその個人とかその人の生きやすさみたいなところにつながっていくなと思うから、割とメインでそこをやっているっていうのが一つ目の仕事です。ただこれってやっぱりこう、まあ、お給料もらいながらやるし、なんだろうな、正社員としての仕事なので、どうしても自由度とかがこう下がってしまったりだとか、まあ、組織である以上自分の役割の分担がしっかりされてしまっているので、それだけじゃやっぱり自分のやりたいことは担保できないので、残りの3つが結構自由な活動としてやってるんだけど、まず1つ目がこうファミログっていう家族の対話をグラデコで残すっていうサービスの開発に今ちょうど携わっていて、まだリリースされて間もないので、こう今後もっとリリースして大きくしていきたいっていう感じなんだけど、そういった形で家族とか対話っていう課題に踏み込んでいきたいっていうのが2つ目です、うん、で3つ目がレイディーボックスっていう、初めての生理ですね、女の子の生理に関する、まあ、お祝いギフトボックスっていうのを作っている団体で、まあ、そこで、まあ、そこのサービス開発とか広報しているんだけれども、これが、まだ、クラウドファンディングを達成したばっかりで、今後、まあ、事業化していきたいなっていう話なんだけど、それのお手伝いをしていますと、うん、で3つ目が、ごめん、3つ目で、4つ目だね。4つ目が、エール株式会社っていう、ワンオンワン、1対1の対話を社外の人とやりましょう、みたいな会社で、そのサポーターといって、その社内の人がワンオンワンしたいなと思った時に、私と電話で30分、毎週対話する、みたいなやつのサポーターをやっているっていう、この4つが基本活動になります。おー。いや、めちゃめちゃやってますね。すごい。普通に正社員としての仕事もやりながら、それにプラス3つっていうのが、ちょっとびっくりですけど、さすが、さすがです。
そしたら、なんか、そういった事実ベースとしては、なんかそういう4つの、活動を並行しながらやってると思うんですけど、なんか全部に共通して、こういうことを大事にしながらやっている、いるよ、みたいな。自分自身のこう内面的な、まあ、あり方みたいなところが、ちょっと聞けたらなと思うんですけど。なんだろうな、やっぱり、でも純粋にはどうしてもやっぱり、さっき掲げたビジョン3つにどうつながりが濃いかどうかで活動軸って私は決めているので、まあ、直感的にこれがつながるとか、これが私のやりたいことに、作りたい世界観につながっているんだと感じられるかどうかで活動軸を選んでるから、そこに嘘をつかないことっていうのは徹底しているかなと思っていて、なんだろうな、いいなと思ったもちろんサービスとかでも、もちろん中に入ってみたらさ、こういろんな考えの方が人がいるから、もしかしたらちょっと違うかもって思う時も全然今までも私も実はあったし、なんかあると思うんだけれども、それにやっぱり嘘はつかない、なんかちゃんと、自分の、ビジョンとか世界観にフィットしているかとか、まあ快不快とかでもいいと思うんだけど、そういう自分の直感軸だけは絶対にこう嘘つかないっていうのは全部の活動に言えることかなと思っているかな。なるほど。そしたらなんかいろんなことをやってきた中で、やってきたり触れてくる中で、まあ自分の中でしっくりきた、その4つが今これみたいな。そうね、そうね。素晴らしい。すごい。こうなるとなんか本当にいろんな情報にこう触れて、いつも、考えたりとかね、自分で感じたりしてるんだなと思って。確かにそうかも、うん。それも素敵ですね。はい、ありがとうございます。うん、では、なんか言い残したことないですか？言い残した、今のところは大丈夫かもしれない。じゃあ次行きますね。はい。そしたら、まあ、今いろいろ活動についてとか、聞いていたんですけど、夢について。うん。そんな夢を持って活動しようって、まあ、思ったきっかけですね。うんうん。そのところをちょっと聞いていきたいので、はい、そうだね。こう教えてもらえたらです。はい。もうこのきっかけっていうのがちょっと、まあ、ちょっと捉え方が難しいんだけど、なんか結構その種になってる部分っていうのはかなり昔なので、ちょっと昔でも大丈夫、結構昔とかで、なんかめっちゃ遡るんだけど、私が小学校4年生の時までちょっと遡ってもらいます。で、なんか多分そこが自分のこの、なんだろうな、人ってさ、こうビジョンとかを持つ前にこう種が多分あって、そこにいろんな水とかの養分が重なってやっと芽が出るみたいなイメージで私は捉えてるので、そのいわゆる種の部分をちょっと話せたらなと思うんやけど、なんかその小4の時に撒いた種っていうのが、なんか当時電気ものが好きで、海外の電気とかを結構図書室でずっと読んでたのね。で、なんかその時にいろんな電気を読んだんだけど、やっぱりこう同じ女性であって、かつまあ若めで、なんかすごく勇敢な人みたいなのにすごく、なんだろう、シンパサイズされていて、で、最初そういうジャンヌ・ダルクとかいろいろ読んでたんだけど、その女性軸でどんどん読んでいた時に、ある時マザー・テレサの伝記に出会ったよね。で、マザー・テレサって多分知ってる人も全然多いと思うんやけど、まあ、インドの貧困層の方とか、まあ、死を待つ人の家っていう、まあ、死ね間際の人もしっかり丁寧にこうケアしていきますみたいなところ、活動いっぱいされた方なんだけれども、その人の本を読んだ時に、なんかまあ活動そのものにももちろんシンパサイズされたんだけど、その人の言っていた言葉にめちゃくちゃ共感をしたのが、もうそのきっかけで、なんか何を言ったかっていうと、なんか暗闇で暗いと嘆くのではなく、明かりを灯す人でありなさいっていう言葉が書いてあって、なんか私その勉強を読んだ時に、なんかこんなことを活動してめっちゃいいことだと思うけど、意味あるのかなとか、なんかそんな一人目の前の一人助けたとしても、何千何百という貧困層とか大変な人がいるのに、なんかそれってなんかどうなんやろうと思った、なんか浅はかな自分がいたので、小学生ながら、なんかすごいいいことなのに、なんか本当になんか疲れへんのかなとか、そういう純粋に思ってた時に、その言葉を読んで、あ、そういうことかと、なんか目の前でなんかしんどい人がいっぱいいて、大変だ大変だってわめくんじゃなくて、大変だけど、まずは一つでも火を灯さなきゃいけないし、一人でも助けなきゃ世界は一つも良くならないってことにめちゃくちゃ衝撃を受けて、それまでの自分ってなんかやっぱりこう文句言うこと多かったし、まあ、今でもそういう側面あるんだけど、なんかできないとか、何々のせいでできないとか、何々だからできないっていうのが多かったんだけど、そこでめちゃくちゃ恥ずかしくなったよね。なんか、あ、めっちゃ私暗闇で暗いって嘆くだけの人間だわって思ったのが一番のきっかけかな。ごめんなさい、熱くなってしまった。ここだけすごい好きです。いやなるほど。はあ、いや、なんかそんなね、暗闇
で、明かりを灯す人でありなさいっていうところに、その年で、なんかすごいヒットしちゃうのもすごいすぎると思ったんだけど、ああ、なるほど。じゃあそこの気づきから、今のそのところ、夢と、ちょっとまだつながりが微妙に見えない感じがするんだけども、そこでもうちょっと、だよね、ありがとう。なんかそれでいくと、まあ、そこと並行してみたいな感じなんだけど、やっぱり伝記とか読む中で、その誰かを助けるとか人のためになるみたいなことにめちゃくちゃやっぱり興味が湧いてきたりとか、なんかせっかくどうせ生きるならそういう生き方したいなって憧れが強かったから、現実世界、伝記ってめっちゃ昔の話だから、現実世界でそういうのやってる人はいないかなと思って、テレビとかで割と、なんだろう、国境なき医師団とか、なんか NPO の活動とかっていう特集とかめちゃくちゃ見る子供だったのね。だから最初はなんかそういう直接的に医療を施すとかができる国境なき医師団とか国連とかに入りたいみたいな感じで小学生の時に思っていたっていうのところから、割とそうね、電気からそういう社会問題とか、こう、なんだろうな、簡単には解決できないけど絶対に誰かの手が必要であるみたいな課題にずっと興味があって、そう、最初はそのだから国境なき医師団とかになる入るためにはまず絶対知識が必要だし、ある程度勉強できないから医学部いけないっていうのも分かってたから、めっちゃ勉強しなきゃと思って勉強とかを、知識を広げる本を読むってことをスタートさせたっていう感じのなんか進み方だったかな。なるほど、なるほど。まあ、そういう、じゃあ、こう、人のために尽くせる生き方みたいな、そこにすごい思いがあったということですね。多分そうだね、めっちゃシンパサイズされたんだと思う。もう感銘を受けちゃって。なるほど。そしたら、まあ、そんな気づきや発見ができた、その背景に何があったのかっていうところをちょっと聞いてみたいんですけど、お願いできますか？背景っていうのが、ごめん、待ってね。なんか、多分、さっき言ってたように、その、ね、暗闇で暗いと嘆くのではなく、明かりを灯す人でありなさいっていうところで、なんかこう、自分の周りで起きることに大変だ、大変だって嘆くんじゃなくて、なんか、自分にできるところから、やっていくっていうところに、なんか、すごい感動したって、それで、って言ってたんですけど、なんかそんな風に、だから、もともと問題意識があったのかなっていうのがあって、それがこう作られた、こう背景より、そっかそっか、そこでいきなり作られたのか、もともと何かがあってそれがつながったのかみたいなところだよね。ありがとう、理解しました。なんかそれでいくと、正直私、なんだろうな、そこまでめちゃくちゃもうなんか貧困でしんどいですってわけではなかったから、そういった意味では直接的な、なんかもともと感じていたとか背景があったってわけじゃないんだけど、なんか要素はあったなと思っていて、まあ、ある程度こう私の住んでた地域がこう、なんだろうな、大学に行く子も結構少ないような地域だったりだとか、まあ、割とこう片親の子が多かったりだとか、まあ、いわゆる世間的なこう一般ってされるところからするとちょっとしんどめみたいな地域だったってこととか、あと、まあ、それもあってかこう小学校とかで割と私もいじめられた、まあ、みんなあると思うんだけど、いじめられた経験とかマイノリティになった経験っていうのがすごくあったりだとか、あとは家庭っていう側面でいくと、やっぱ父と母が今ももう別居してるんだけど、当時からすごくやっぱり仲が悪くてこう、割と父の暴力みたいなのを間近で見ていたみたいなことがこう要素として点々点とあって、これってまあ直接はつながってないと思うんやけど、そういう感じた恐怖とか孤独とかなんかしんどさっていうのが一定やっぱりその助けられるマイノリティみたいな人たちの、なんだろう、状況に一瞬重なる部分がやっぱりあったので、そのダイレクトには重ならないし、まあ、しんどさ比べはできないけどね。で、だからこそ多分そういう自分を救いたいって思ったのかもしれない。そこまでは多分その時感じてなかったけど、結局は自分を救いたいっていうところがそこに投影されたのかなって今ならこう感じているかな。しんどさが分かるからっていう感じだろうね。そっか。じゃあ結構こうマイノリティ的なこう痛みを感じてきた今までがあったっていうのが、すごい納得いきます、それ。それは当時はそんなにこう、そうだっていうふうになんか強く思ってたわけでもはなかったけど、今思います。当時はね、割と自分の痛みとかにを直視することが逆に怖くてできなくて、そのいじめられてる事実とか、親が仲の悪い事実とかにできなかったから、あんまりね、紐づいては考えてなかったかな。なんか、私はこうなりたいんだみたいな、前向きでいないとなんかしんどくなりそうで、あんまり振り返ったり、
こう深く考え込まないようにしてたと思うね。そっか。なるほど。なんかでもそんなふうな、こう自分の中ではいろいろ大変なことがいっぱいある中で、どう希望を持っていったらいいんだろうみたいなところに、こうマザー・テレサのその言葉がめっちゃ刺さったみたいな。確かにね、そうかも。今言われたらそうか、まさにそうかもね。なんか、しんどいからこそしんどい方に、なんかいろんな方法はあると思うけど、しんどいしんどいってなるんじゃなくて、そうじゃない方に向けるエネルギーをくれたのがきっとその言葉だったんだろうね。確かに、なっちゃんの言う通りだわ。まさに。いや、ありがとうございます。うん。なんかそこからね、どんな人も生きやすい世の中っていうね、寛容な世界か、みんながみんなに寛容な世界で生きやすいっていうのは、なんかすごくつながってくる感じがして、はい、ありがとうございます。よくわかりました。よかった。はい、じゃあ、最後に一言だけ、この動画を見ている方に、まあ、ひえちゃんがこう一番伝えたいメッセージがあれば、ちょっと一言もらいたいんですが、いいです確かか？に。ちなみにさ、この動画を見ている人ってこう、なんだろうな、どんな人が多いみたいなイメージ、なんかメッセージって、なんかなるべくこのなんかイメージして伝えれたらなと思ったんまあ、だでけど。も、なんか新しい時代にこう希望を持って生きていきたい人だったりとか、なんか今の生き方から何か変化を起こしたいみたいな、なるほどね。かなと思いますが。OK、わかりました。じゃあ一言だよね。今の時代、そうだよね。多分、こう、見てくださってる方の中には、もう活動している人とか、ちょっとこれからこう動き始めたいな、新しく自分をアップデートしたいなっていう人とか、多分、たくさんいらっしゃると思うんですけど、なんか、多分、その、なんだろうな、こうしなきゃいけないとか、アップデートしなきゃいけないっていうわけでも決してなくって、そもそも、ご自身が自分であることが、そもそもスペシャルだから、別に焦る必要も、何か変わる必要もないかもしれない中なので、なんか、どちらかというと、何かをこう変化したいとか変わろうとかというよりかは、なんかまずは自分自身のスペシャリティをこう愛してあげたりだとか、自分のすごく素敵な部分をこう見つけるみたいなことを、なんか日々の中で、なんか私もだけど、やれたらもっとなんか世の中ってキラキラってなるなって思うので、ぜひちょっとそういう瞬間をなんか日常の中でも作ってくださったら、すごく私としても嬉しいなと思うし、なんかそういう同じ共感するよみたいなことがあれば、ぜひ一緒にこう世の中を良くしていくために、なんだろうな、戦うではなくて、こうしなやかにこう一緒に行けたらいいなっていうふうに思います。はい。はい、ぜひこんなひえちゃんに共感された方は、はい、直接ね、連絡もしてみもちろん。たいと思いますので、よろしくお願いします。おはい、願でいはします。今日はこちらでインタビュー終了したいと思います。ありがとうございましありがとうごた。ざいました。バイバーイ。バイバーイ。